みきやくんありがとう、ギフトありがとうございます。早いでしょ、帰宅してすぐです。で今日は明日が早いのであんまりしません。さっきっていうか昼もしたので。暑い、こんばんは。フライングはしてないですよ、予約入れてないから。こんばんは、みんな来るかな。早すぎるかな、早いよな。割とさっきお話し会が終わって寝る暇ない。私は寝るよ、朝早いよね。でもそんな長く配信しないから。あ、でも時間決まってるのか。予約入れてないよ今日。え、入れてない。特賞出ましたよ。みんなお話し会から帰ってないかな。そう、明日徳島なんですよ。徳島なので準備して寝て早起き。でも明日は夜帰れそうだから夜配信します。パワー、徳島へ行くので明日。冷たそうなお茶でしょ、キンキンのお茶。お疲れです。何時ぐらい出演なんだ。確かに、何時ぐらいだろう。まだ見てないな、それ。13時台かな、13時50とかかな。14時、13時50、早いよね。13時50ぐらいですね。こんばんは、ゆき様、やっほー。今日は浴衣ではございませんね。早いよね、だからね、頑張って徳島に移動しなきゃ。いやいや、そうだよ、だから3時とかに行っても終わってるからね、気をつけてね。13時には着いてね。確かに言っとかんとさ、確かに危ないよね、3時とかに行っちゃったら見れないよ。おたともに言っといて、おたともに。明日来てくれるおたともがいたら言っといて。終わってすぐだからまだあんま人来ないかな、配信は。みんな今頃帰ってるんだろうな。あ、カラオケ見てるんかな、もしかしたら。その可能性あるな。こんばんは、今カラオケなうかな。うどむさんありがとうございます。フルーツバスケット、ありがとうございます。服部さんありがとう、ありがとうございます。岡山に向かいます、お気をつけて。葵さんのグッズもらえたよ。なんで、葵さんが言ってた。そう、今日はじゃーん、ムドムさんありがとうございます。ふくなさん今日は折らずに持って帰れたよ、綺麗に、シワ一つなし。
かりんごさんと、これ千穂さんがちょうどいて、そう、穴から見えないな。横向いてるから穴から見えない。似てますね。千穂さんがいてもらった、今日のもくれた。あ、そう、今日の当て書き、これ昨日の、今日のこれ、そう、これは見えるんかな。あ、これは見えるわ、目の位置がちょうどいい。当たりと外れかな、もしかして。え、そんなことないよね。今日がこれじゃない？今日がこれ、昨日これだった気する。嬉しい、チョウさんからもらった。当たりと外れ？え、そうよって来てるんだけど。あ、ハズレはステッカーか、当たりがお面。うーん、嬉しい。確かに、なんで知ってるんだよ。言ってるじゃねえかよ。そう、葵さんのステッカーももらったんだよね。葵さんは席が隣だったから控え室の。どこやったかな、クリアファイル入れたんかな、お礼に。クリアファイルに入れたかな。うーん、ハズレはステッカーで当たりがおめん。吉田沙羅様の、あ、これだ、湯切り替え。タブレットに貼るのもったいないな。でもサイン書いてくれたから、そう、みんなの余ってるグッズ回収してきました。こんなもんですね今日は。私の内輪も余ってた。くじ引きも持って帰ったよ。結構本格的じゃない？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15枚。わかる？これ余ってるやつ全部持って帰ったんですけど、15枚、全部持って帰ったんかな。10枚。でも15枚できて引かなかった方がいるから、ちょうどぴったり用意されてたんかも。今日の5時間目、そう、最後の方はくじ引き引かなかったから15枚。余ってないです。完売してたから余ってない。引かなかった分持って帰ってきた。ぴったりだったわ、ちょうど。ちょうどぴった。数。すごい。こんばんは。まあ、このうちはたくさんもらっても、外れたくさんもらってもいらないか。まあ、確かに。真剣にお話しするっていう手もある。開けてみようかな、15分の。そう、何当たりかな。そう。
そうぴったりだった今日。そう引かないっていう選択肢もありますいらなかったらお話をしたかったら引かないっていう選択肢もあるけど、私は引いた方がいいと思うけどね。いきます。残念。15分の何枚当たるでしょう。私の予想は1か2。残念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 。あかんなー。残念。残念。残念。当たり。1当たり。こんなもんですよ。でも残念。残念。当たり結構出てたんかな。残念。残念。当たり。残念。あ、2だ。私の予想的中。2枚だと思った。さっき思い出して辛くなる。いや、あなためっちゃ当たってたから。2当たり。でもくじってこんなもんですよね。まあ当たる当たり？わかんない。何枚なんだろう。でも結構ね出たよ。何枚だろうね。何枚ぐらいあったんだろう。書いてない。残念。9時過ぎてます？え、私え9時過ぎてる？どういうこと？あ、9時？変換ミスか。確率、そうそうだね。でも7回8回来て全部当たった方もいたから、毎回当たり当たりみたいな、当たり当たり当たりだから本当に運運でした。1枚も当たらなかった方もいたし、当たる方は2枚でって言って当たり当たりとか引いて帰るから、そう私もやる側したいな。行きたい。9時何時までしようかな。今日はさすがに徳島明日早いから早く寝ようと思ってて、使い果たした。よかったじゃん。でもまあこんなもんですね。15枚引いて3、4とか10枚。うーん、でも人によるな。運だな。9時半ぐらいに終わろうかな。今日は1回配信したし、みんなも明日朝早いよね。半に終わろう。始発だよね。私も早起きなのでコンビニのお弁当を買ってきました。明日ね早めに来てね。13時までには絶対来てね。13時ぐらいには来れる？13時までに。これ持っていこうかな。うちは、いや13時じゃない、13時50。どう間に合う？
頑張ります。頑張れ。13時頃には余裕を持ってきて。お面にもできるね、これ。お面穴開けてお面。天国と地獄を聞きながら移動する。まあ、車だったら、いや車で急がれても困るな。バスとか新幹線はどうしようもできないじゃん。天国と地獄。愛子寺はゆきりかの絵を部屋に飾ってた？え、もしかしてこのうちは？マジ？かわいいじゃん愛子寺。私も愛子から缶バッジとかもらったんだよね。缶バッジどこやったかな。いや持って帰ったんですけど、ちょっと荷物が多すぎてね。リュックの中だ。明日以降つけよう。それ被ってライブ見ます。これ私も飾りますが可愛いですかって。可愛いです。これもうちょい目を大きくしたら可愛いよね。まあ自分で塗ってください。うさぎ自分で好きなように落書きしてください。ヤスルパンさんフルーツボックスありがとうございます。メール見てくれた？メールに書いてたやつとか可愛かったでしょ？いろんなデザインした。人を手間加えたら可愛くなるから、そう、やってみて。タイピーエンさん、マイク、ありがとうございます。オリジナルうちわ、作ってみて。家にマッキーがあれば。それも面白いね。僕はこんなの書きました。そのままお会いします。なんか一個デザインしてもいいじゃん。僕はこうしたよって。ヤスルパンさんハイビスカスありがとうございます。夏のスーパーに貼られてる似顔絵みたいに。そうやね、母の日の絵みたいなやつでしょ。米雪梨花24歳。お見送りで見せたいね。持ってきて。いっぱい持ってる人はもう使い捨てで。そうだそうだ。もろそうじゃん。あれつけれんのかな、あれ持ち手。持ち手つけれんかな。でもここに穴開いとるけんな。持ち手でも持ち手つけたらもろくなるか。穴開いとるけん無理か。棒つけたいよね。なべさんのリカうちわは色ついてて今飾ってるけど綺麗。そう、なっちゃんはペンライトカラーにした。なっちゃんにもあげた。なんで穴開けたんですかって。え、うちわだからよこれ。指入れるところ。うちわだからね。穴がないと仰げません。仰げるけど。なっちゃんも飾ってくれてる。もう終わった配信。あ、やってる。
当だ。わ。そう、なっちゃんはペンライトカラーウサギにした。見て、黄色と緑、こうやってね、ほら、たけるくん、俺の嫁、ありがとうございます。俺の嫁、そう、色塗ったり、そう、当たりはね、なんか書いてたのだから、そう、色塗ったり、そう、できる。自分もなっちゃんうちは昨日もらったんだよね。これか。全て残念でした。残念。残念。運ですね。飾ってくれるのは嬉しいね。他のメンバーの内輪は大丈夫です。あとはもうさっき紹介したけど、千穂さんとかもらった。千穂さん、あとは福田さんのポスターね。ガチャガチャとかあったよね。ガチャガチャ、ガチャガチャやりたいね、来年で。景品は免許証、もう決まってるっていう。ガチャガチャ楽しくない？ガチャガチャやりたいよね。ガチャガチャあった。あれは当たりとか外れとか、なんか缶バッチとかかな。確か缶バッチか、ガチャガチャだったら。当たり入ってたら免許証とか。クレーンゲームはないよ、大規模すぎるね。一回見たから、ああいうのもいいねってなるね。初めてだったから今回。免許証メンバー人気あった。普通にさ、グッズで売ってほしいよね。まあ、でも高くて500円だな。グッズだったら800円ぐらいするかな。太鼓の達人ね、免許証、免許証欲しいし、普通の、普通の普通の免許証、本物の。とっちゃん欲しい、ありがとうございます。ということで、あっという間ですが、もう半なのでそろそろ終わろうと思います。明日は徳島待ってるよ。13時までに来てね。それはちゃんと自動車学校に通ってください。ソラハちゃんと自動車学校に通ってくださいに見えた。めっちゃだから行ってるんだって思った。それはちゃんとね、言ってるんかと思った。めっちゃ見える。お、背番号48さん、クマ、今日もありがとうございました。ありがとね、来てくれて。無事新幹線乗りました。私は明日から移動です。なので早起き頑張ります。今日はなのでもう終わっちゃいますけど、また明日夜やるので、あっという間、
あっという間だけどお話し会来てくれてありがとうございました。徳島明日来てくれる方は朝頑張りましょう。早い。13位文吾さん、12位翼欲しいさん、11位タイピエンさん、10位秋さん、9位マサさん、8位愛媛のカープ男さん、7位大橋さん、6位理化学研究所さん、5位ヤスルパンさん、4位服部さん、3位たけるくん、2位みきやくん、1位うだむさん、ありがとうございました。ゆうぴょんさん、ありがとうございます。徳島って遠いよな、めっちゃ。徳島で待ってます。みやりんさん、ハイビスカス、ありがとうございます。私はこの後お弁当を食べてお風呂に入って寝ます。お弁当を食べるっていうね、屋台もいっぱい食べたけど。起きろー、楽しみな日になりました、ね、夏感じた。かき氷も食べたし、おみくじ、おみくじじゃない、くじ引きもあったし、じゃんけん大会、じゃんけん大会、お肉3本食べたよ。結局朝1本あのなっちゃんって時に3本買って2本食べて。お弁当は魚です、まだ食べてない。夏のじゃんけんもできた。そう、夏分のじゃんけんは全部しました。ということでまた明日です。ありがとうございました。お話し会、みかんスムージー美味しかった。私も飲んだみかんスムージー。な、みかん入ってたよね。ストロー詰まったくない。おやすみなさい。ありがとう。またねー。